ジャン・ド・ビエンヌは、フランス海軍のラ・ガリソニエール休憩寿命館の一席である。艦名は百年戦争時の提督、ジャン・ド・ビエンヌに由来する。ロリアン造船戦所にて1931年12月20日に、寄港、1935年7月31日、浸水、1937年2月に竣工した。後は、姉妹のラ・ガリソニエール、 マルセイエーズと共に地中海艦隊に所属し、ビゼルトに拠点を置いた。機関をマルセイエーズとし、本級三隻で第三巡洋艦船隊を編成した。第二次世界大戦時には整備のためにトゥーロンでドック入りをしていた。主要な整備は完了していた本艦は、対イ,イタリア戦のためにビゼルトの第三船隊に戻った。海戦初期は北アフリカで、 沿岸警備に当たったが、その後は12月よりイギリスへ、近海の輸送任務に就いた。1940年6月に、イタリアが参戦したことにより、地中海中央部から航海にかけて、懲戒任務に当たり、イタリア軍のマルチェロ級潜水艦、エンリコダンドロから、魚雷攻撃を受けたが、撃沈はされなかった。7月に、フランスがドイツに講和した時に、本艦は、 ラ・ガリソニエールと共に、アルジェニアリ・ビシー・フランスに着いた。1942年1月に、バレアレス諸島沖で遭難した定期船、ラ・モリシエールの救助に当たった。同年11月27日に、ドイツ軍からの接収を免れるために、トゥーロン軍港で自陳した。その後、ドイツからイタリアに引き渡され、FR-11 と改名される。 イタリア軍により不要工事が行われ、1943年2月に不要されたが9月にイタリアが降伏したことで、ビシーフランスの管理下に戻された。11月24日に連合軍の航空攻撃を受けドック内で横転した。1944年8月にフランス海軍に戻った本艦は修理が検討されたが、戦後に解体処分された。ありがとうございます。